川崎 ZZR、川崎 ZZR400、川崎 ZZR400 は、かつて川崎が製造販売していたオートバイである。なお、表記に関しては、ZZR とー z r が混在していたが、2003年の段階で、メーカーから表記統一が公式に発表され、読み方は、ZZR であるとされた。 ZZR400 は1990年に発売された。本格初アラーとして日本国外向けに製造されていた ZZR600 と大半の部品が共通で日本国内向けとして本来 600cc であったエンジンをダウンボアダウンストロークした 400cc のエンジンを搭載し足回りを変更した仕様になっている。このため 400cc クラスでありながら 大型バイク並みの車格を持っているオートバイとして有名。車体に伴い重量も乾燥重量で 193kg と大型バイクそのものであるが、剣道なフレームや余力のあるサスペンション、制動力で十分な運動性も確保していた。しかし、いざ降りてしまうと多少取り回しが重い。400cc としてはタイヤやブレーキパッドなど、 各種消耗品の消耗が早い傾向がある。雑誌などで大柄な車体をグイグイ引っ張る力強いエンジンなどと紹介されたこともあるが、本来の姿である 600cc 版と比較すると、アンダーパワーである感は否めない。ただし、加速性も含めて、同じ 400cc との比較において、劣るというほどのものではない。先に述べたように 600cc クラスの車体によるデメリットも大きいが、 剛性の高い安定したフレームは長距離ツーリングや高速走行時の安定性に寄与する。車格として ZZR400 の比較対象となる大型自動二輪車は実際にはあり余るほどの高出力を発揮するためスロットル操作がシビアになることを考えると総合的に見た場合の疲労感の少なさにおいてはクラスの中でも非常に評価が高い。ZZR の外装は 空力特性に優れ、気流の乱れが、ライダーや車体を直接叩くことがないため、高速走行時の安定性をもたらすとともに、疲労の軽減や、寒さ対策に大きく寄与する。積載性能も装備が充実している。反面、フレームをしっかり折った構造になるため、軽整備でもカウリングを取り外す必要が出てくるため、整備性には、やや劣る。馬力規制による、 モデルチェンジで当時の K 型から1993年に N 型へ変更された。2001年のハイガス規制によるモデルチェンジで馬力が若干低下したが顕著な差はなく引き続き N 型となった。最終的には 400cc クラスにおいて唯一市販されていたフルフェアリング装備の車両となっていたが2006年モデルをもって現行モデルとしての新車販売は終了となった。 位置づけは若干異なるものの 400cc クラスの忍者として君臨していた GPZ400R 系列の車種であったため2010年に ER-6F ベースの忍者 400R が発売されるまでの間 400cc クラスの忍者は一時姿を消したスピードメーターは時速 190km まで刻みがあり最高速度は 時速 190km まで達することが可能である。最大エンジン回転数は 14000rpm。川崎インフォーメーション2003年12月19日、データなし。川崎インフォーメーション2006年12月20日データ、なし。ありがとうございます。